皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプレイです。アラミスです。宮下です。映ってない。映ってない。隠れてる。ゲーム画面。今ゲーム画面にいる。はい。悠々白書コラボガチャ。ユウスケ。やめろだよ。やめろやめろ。キャノンの名前だよ。ユウスケ。自分の名前ね。自分の名前ね。自分の名前言うね。My name is ユウスケ。やめろ。いやー今回新キャラ多いね、なんだかんだで、うん、ライゼン、ムクロ、ヨミ、ライゼン、ライゼン欲しい、パパだね、パパ、懐かしい、腹減ったなっつってね、最後ね、あの、朽ちちゃったからね、うん、いい、私、前回、あの、誘惑来た時に、あの、ユウスケとクラマ当てたんですよ、はい、で、ユウスケは、もう皆さんも覚えていてくださるかもしれないですけど、あの、アルカディア、うん、私が初回降臨の時に、クリアした時に大活躍したユウスケ、彼もですね今となってはこのユウスケがこれね、これがアルカディアの時に活躍したユウスケ、これがスライドでもう、うわーすげー、ドクン力の使い方を教えてやろう、ブワーッ、あーはい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 、はい、出てくるんですよね、めっちゃ強いよな、スライドしなきゃすげー、プラズマもやばいし、フェローレーザーもやばいし、やべえ。すげえ。いきます。はい。10連。あとは、はい、残ったオーブに関しては、その時の結果次第。結果次第。いきます。いやー、毎回毎回この時は楽しみだね。前回確か確定来い。さらっとね、村井さん出したんだよ。出した。うん、よく覚えてるね、すっだって俺一体も出なかったっすか、あー確定出なんだ、やべえ、止まれ止まれ、うん、あ、新キャラじゃん、とは限らない、おーライズで出た、すげえ、マジかよ、腹が減った、ずるいよな、村井さん、なんでいつも出んのこうやって、なんで確定演出出すの、俺前回30連ぐらいして一点も出なかったんだから、なんなのね、誘発キャラ、村井さんはなんか運営になんかごますってるんじゃない、知ってませんよって言われてるやつだ、知ってませんよって言われてる、かつあのマックス村井が持ってるキャラが優先的に重心化されてるんだろみたいな、んなわけねえだろ、ミクシーさんに電話してたんでしょ、してねえよ、ちょっとなんかリアルに思われる勘違いする人いるから違うぞ、宮下先生、はいはい、そういうのみんな信じますから、それだけ切り取るの、切りません、切り取らない、全部使います、思ってる100倍ピュアですから、ピュアですから、そうピュアだね、ちびっこだし、何を言ってもピュアですから、村井さんだけずるいだよ、うん、ああ何とでも言え、ありがとうございます、ありがとうございます、私のところに来てくれてありがとうございます、ライゼン、ありがとうございます、ライゼン、ありがとうございます、大切に使ってね、いいなー、ライゼン、ひえええ、それ以上望むか、そうそう、それ以上望むかって話ですよ、まだ分かんない、5億目まだ分かんないからね、すいません今スクショ撮ります、はい、イエーイ、ちゃんと撮れてますね、大丈夫ですよね、ガッチさんの冷え俺が出した、つん、あ、そうだ、そうそう、くそ、おお、あってんの、うわー、これやべえ、あ、そうか、そうか、星尾もいるのか、声馬かわいい、うん、小山のおしゃぶりでね、魔風感、うん、進化したらイケメンになるじゃん、そう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 、小山小山ね、この光ってるの何なんですか、左下の強い、アテナ、ソシゴのキャラ、強い、光ってるやつは強い、アテナ重進化しました、光ってないやつでも使えるんですよ、進化するとお二人親子ね、親子、超アンチ重力バリアに重力バリアキラー、重力バリアキラー、超アンチ重力バリアってスピードが上がるやつ、あ、そうですね、おい、もうなんかカントラと同じやつ、カントラと同じやつ、旅に出てる間によくわからない進化をしていて1ヶ月で層も違うの、なんだゲーム業界早いですね、よくわからないな、どういうことだ、おこっちは等身か神川、うん、どっちのがおすすめなんですか、どっちでしょうね、これが神化ですか、これ神化っすね、普通の進化の方がいい、アンチダメージオールでもキラー2個持ってます、友情とかじゃないですか、まあ、キラー2つか、でもこっちじゃない、こっちっすね、私こっちにしますね、がまあ2体引けっていう話ですね、なるほどね話っすね、じゃねえんだよ、村井さん2体だって前回クラマ引いてるから話っすね、クラマはね、よし、じゃあ私あと6回であの比叡引きますわ、もういいんじゃない、んまた引く、比叡が欲しいらしいっすよ、
聞くんすか。もし冷え欲しいっす。前回に続いて冷え欲しいっす。ちょっとお願いします。びっくりした。左にこの首がぐるんって回った時結構焦った。すっげえびっくりした。うん、誘惑コラボのキャラでよかったですよ。クラム2体でも十分。魔風か。全然十分十分。クラム超強いじゃん。あ、シングルで回すの。そうです。こい。くっなあ。私あの目玉からこうボロンって書いてきてもう一回ってのを。むしろレアだな。出ねえからな。よく出た。いやまだ可能性あるよ。私全然ワンチャンあるよ。こい。まあ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 、まあ、左にこう一瞬ね弾みをつけるんだ。銀からのパカ割れろ金。はい、ありがとうございます。これもなかなかレアですよ村井さん。あ、相当レア。むしろ引く方が難しい、うん、名前あんな感じだった知らんかった。いいよいいよ、こい。さあもうもう後がないぞ。もう終わるぞ、もう終わるぞ、もう来るぞ。さあどうだ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 。コエンマ多いね。コエンマコエンマコエンマはよく出る。あのね出るんですよ。この新しいガチャが始まった時に一個弱いその、うん、なんかモブキャラみたいなやつがたくさん出るんですよ。死ぬほど出るんですよ。その代表か。強いやつが1体出るまでにだいたいこれが十数で出るんですよ。うん、前回イメージはクワバラね。ああそうだそうだそうだ。今回出ないのか。限界。あと前回限界。限界。なんかそのクワバラとか限界とか今回でいうコエンマとかがダラダラダラ。あとプーがいるよね今回この星4キャラはね。うん、これがですね、たくさん並ぶと、なんか何のためにガチャって引いてんだろうってすげえ思う、うん、もういいじゃないですか、ライゼン出たんだし。いや、多分もう引かないから、今回この動画でしか引かないと思う。もう引かないですね。引かせてくださいよ。あと2回ぐらい引かせてくださいよ。引かせてください。どうぞ、引かせてください。引かせてください。次で最後の1回で、ここで冷えが来る可能性がある。ハヌマンからのっていう説あるからね。ある、うん、あるもん、うん、ハヌマン引いたら次は当たりっていう説あるから。あ、ちょっと待って、なんかガールホテルでなんかガウン着てる人みたいになってるな。これすごくいいでしょ。ホテルでガウン着てるみたいになってるのか。おしゃれ。ガウン羽織ってなんかちょっとブランデーとかワインとかなんだなんだ。あ、確かにこのズボンの丈もなんかそれっぽい。今ラッコが言ってんだよ。どうなんだ。いいでしょ。これ全部ホテル気取りか。ガウン着てんのか。着てます。どうなんだ今言ってんだよ。着てます。これ結構服パリパリしてるわ。ガウンです。パリパリしてる。なんかお米がたくさんついてるのか。そっちの表現できたんですよ。レディース。なんかこれ村井さんといえば結構服いじられるイメージだ。諏訪大社のロケの時から。最後だぞほら。最後ー。ほらじゃなくてあなたがいじり出したんじゃないか。さあ、ガウン着てるんだぞ。ガルじゃなくてガウンか。面白いっす。ハハハハハハ。くるみやり人形 OK です。もう本当に引かないんですね。追加はないってことですね。男に二言はない。皆さん終わりです。本日もこのような動画にもかかわらず最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。マックス村井がライゼン出てよかったなって言っておめでとうを言ってくれる方はぜひ高評価でよろしくお願いいたします。あとはぜひチャンネル登録もお願いいたします。そして後ろで見てるこのモブキャラ2人はおい3人目もいるよ。裸のチャンネル映ってすらいねえところにもう1人いる。いるよ。ハラガルチャンネルもございます。よろしくお願いします。皆様合わせてハラガルチャンネルもよろしくお願いします。そして今顔をちらっと出した彼のあの妹はですね、あのリンゴルフというあのゴルフのチャンネルをやってます。運用者、運用者営業もしてるしね。やってるやってる。リンゴルフめちゃめちゃいいチャンネルなの。そうだよ。すげえいいチャンネルなの。あれ結構感動する。皆さんあとにしようか。えモンストの話したらみんな怒られちゃう。えモンストの話もう終わったから。終わったあのぜひともですね、チャンネルリンゴルフ三枝心さんが出てるあのリンゴルフもよろしくお願いします。急成長中のモンストとゴルフはきっと変わりません。一緒です。占いもお願いします。あ、そうモンスト。ああ占いもお願いします。占いも占いも。なんかいきなりもう最後の告知コーナー長えな。いや占いめっちゃいいチャンネル。占いラボもめっちゃいいチャンネル。めっちゃいいんです。さっき電話して和義さん出てくれるって言ったら占いに、うん、
え、本当に、うん、ゴルフじゃなくて、うん、ここでそんな話が繰り広げられるんだよ。急にダメでしょ。急になんで言うなの。大丈夫。じゃあ、すいません、本当に終わります、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。拍手。ギターよ、マックス、マックス、ブラブラ。